ない。それほどの一撃、これで試合は決まるのか。すごすぎるよ、あの人は。いや、違う。聞いてるんだ。さっきの攻撃も体力の限界ギリギリだったんだ。なのにあれだけの力を出して。そうだ、宮田くんだってボロボロになっても戦ってた。僕だけ右拳の痛みを気にして。そんなので、そんなのでこの人に。6 7、そんなんで小僧、そんなんでこの人に勝てるわけないじゃないか。このうち立ち上がりました。やろう、寝てればいいもの。一丁前に右を温存させようなんて大甘だった。そんなんでこの人に勝てるわけないじゃないか。負けるわけにはいかねえ。絶対勝つ。何度でもぶち倒してやる。たとえ右拳と引き換えだって構わない。僕は今すごいボクサーと打ち合ってるんだ。納得いくまでやってやる。さあ試合再開だ。真柴がゆっくりと幕の内の前へと歩み寄る。そして向かい合った。くっそー。
拳の感覚がない。もう打てない。体力も限界だ。だから立つな。立たないでくれ。ファイト。早く。セブン。早くカウントを。マシは力尽きた。文字通りキャンバスに沈みました。やった。瞬間、東日本新人王戦フェザー級新人王が決定しました。その名は幕の内一方。東にも取り上がったよ。あいつやってくれたぜ。いい根性だったぜ。ふん、無茶しよって、右拳がどうなってるか分かったもんじゃないぞ。ち、今言っても聞きやせんか。とりあえずここまでよくやったわい。マシマ、まだだ、まだ終わっていねえ。来いよ、オラ。やめろマシマ、終わったんだ。うるせえ。なあ、まだ終わっていねえんだ。俺がこんな奴に負けるわけねえんだよ。終わったんだ。やめろ。あの。なんていうか、ありがとうございました。行こうマシマ。くそ、マシマよくやったぜ。おお、いい根性してたな。今度は KO で勝てよ。うるせえよ。恐ろしい相手じゃったの。はい、最後のダウン取った時、絶対立ってくるって思いました。だから僕、立つな。倒したのは僕なのに、怖くて仕方がなかったです。じゃが、その男に勝ったのがお前じゃ。お前が東日本新人王になってからな。会長、あれ、皆さんに挨拶してこんか。はい。
全11階級で行われてきました東日本。今夜全階級の新人王が出揃いました。各クラス新人らしいフレッシュな戦いを見せてくれました。表彰状授与。緊張する。決勝が終わるとこんな式があるなんて知らなかった。続きまして今大会最も光った選手に贈られます最優秀新人王はフェザー級の幕之内選手です。僕が最優秀新人王？いや、お兄ちゃん、私のためにこんなになって痛かったよね。今までずっとごめんね、ごめんね。最後のパンチ、最後のパンチ、あれは効いたぜ。あの野郎間違いなく拳を潰してたのに、とんでもねえパンチ打ってきやがって、やっと這い上がるチャンスだと思ったのに全部パーになっちまった。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ボクシングはもう、ボクシングはまた出直しだ。なんたってボクシングってのはエコひいきなしだ。居心地いいぜこの世界はよ。やめられねえよな。そうだね、元気になったらまた頑張ろう。しかしまさか一歩が最優秀とはな、信じられねえよ。ほんと予想もしてなかったもんな。あ、なんだよ、うっせえな。負けんが出た。ほらほら、前にかけたじゃん、一歩とマスパ、どっちが勝つか。俺だけ一歩にかけたから。ねえ高村さん、確かメモ取ってありますよね。ちょっと強引じゃないですか。これで酒が抜けてくれるといいんだが。酒？何やってんだあの人たち。大妻さん、小橋さん、早見さん、真柴さん、みんなとっても強かった。宮田君とは結局戦えなかったね。でも今日の試合、宮田君もきっと満足してくれる内容だったと思う。僕が東日本新人王か。乗ってる乗ってる。何何？
ダイナマイトパンチを引っ提げ、さっそうとフェザー級を制覇。前に乗った時は小さい記事だったのに、さすがに新人王となると扱いがでかいな。どう？いや、一歩。あ、梅沢君、どうも久しぶり。終業式以来だね。そんなことよりやったら東日本新人王、感動したぜ。え、見に来てくれてたの？当たり前だろ、お前の試合は全部チェックしてんだぜ。ああ、ありがとう。次の全日本も楽しみにしてくれな。おお、絶対応援行くぜ。あ、そんなに期待してくれてるのに言いにくいんだけど、全日本は棄権することになりそうなんだ。棄権？なんだ？右拳を骨折しちゃってさ、全治2ヶ月なんだ。全日本は2月でしょ。ちょうど治りかけの時期だから。そっか。それにダメージ抜くにもしばらく時間がかかるし、当分は走り込み中心だって会長が。ってことは、しばらくお前の試合見れないか。ごめん。なに気にすんなって。決まったら教えてくれよ。ひょっとしたら俺たちは就職してかもしんねえけど、応援には絶対行くからよ。うん。君たちにとって今学期は最後の高校生活になるわけだが、そうか、もう高校生活も最後なんだよね。梅沢君たちは就職、当然みんなも進路は決まってるだろうな。進路相談ではボクシングを続けるって言ったけど。であるからして各自就職進学と目標に向かって気合を入れてほしい。以上。目標か。東日本が目標だったからな。次の試合もいつになるかわからないし、何か新しい目標を見つけないと。どうしてるかな、真柴さんの妹さん。兄のこと悪く言わないでください。あれ以来あのパン屋にも行ってないな。最後まで僕が真柴さんの相手だって言えずじまいだった。試合見に来てただろうからびっくりしただろうな。僕のこと絶対よく思ってないよね。一言でいいから謝ろ。よし、行くぞ。なあ、でも謝るったって今さら言い訳っぽくなっちゃうよな。どうしよう、ここまで来ちゃったし。とにかく行くしかないんだ。うん。じゃあ元気でね。はい。いらっしゃいませ。どうも。あれ、いらっしゃいませ。あ、はい。いや、今焼きたてがありますよ。え、いや、あの子じゃなくて焼きそばパンを。はい、ありがとうございました。まだ何か？あのさっきの女の子、次のバイトの日はいつですか？え？ああ、クミちゃんね。クミちゃんね、ここでのバイトは今日が最後だったのよ。え？最後って？お兄さんの会社でジムをやるらしいの。いい子だったし、お客さんにも人気あったから残念なんだけどね。そんな。なんか味気ないな。いつもと同じ焼きそばパンなのに。もう会えないだろうな。間接的にだけど、完全に失恋しちゃったな。あれが最後のいらっしゃいませか。
ええー、アッパー打ち寄るやんけ。たまらんわ、血が騒げるで。やっとスカッとしたどつき合いかませる相手に巡り合うたわ。楽しみやで全日本新人王が。おお待っとるで幕の内。